ため息をどうするわけではないけれど、私またまた恋したりして、私も注射大嫌いですから、注射されるくらいだったらその場で死んだ方がいいと思います。むしろ即死を選びます。私うっかりしてたけど、今夜泊まるとこあるの？一年中旅暮らしですから、ねぐら探すのには慣れております。そう、いい月でございますね。疲れてるんだよ、ね、少し横になって休んだ方がいいよ、ね、ありがとう。すいません。いいえ。なんか壊したら、分かんないのにどうして書いてんだよ。書いて覚えるしかないだろ。分かんなこと書いたって覚えられないだろ。この味いいねと言ったから、12月24日はサラダ記念日。